僕は日本で包丁の修理の仕事をしていて、包丁作ろうと思ってるんですけど、それの、勉強しにちょっといろんなところを回って、包丁を見たり作り方を見たり、その他の刃物もちょっと見てみると勉強になるかなと思って、はい、いろいろ回ってます。今でだいたい半年6ヶ月ぐらいなんですけど、あと5ヶ月ぐらいでですね。スウェーデンに来たのは鉄が昔から有名っていうのは聞いてて、鉄の産地でいい鉄が取れて、日本の、包丁屋さんもそのスウェーデン鋼を使った包丁を作ったりしていたので、興味があったんですけど。で、この斧がアラスカで売ってたのと同じ斧なんですけど、このグランスフォッシュっていうメーカーの、地方のメーカーの、斧なんですけど、これと似たような斧を中米アラスカで見た後に、中米のグアテマラの、ハイキングがあるんですけど、そこの、ガイドをしてくれる原住民の人がこういう斧を使って木を切り倒して、キャンプファイヤーとかしてくれたんで、すごいキャンプとかにも使いやすいなと思って それでいつかちょっと欲しいなと思ってたんで、スウェーデンに来て、その生産してるところで、その生産現場も見れて、とても良かったと思います。日本でも売ってるんですけど、そんなに斧自体がメジャーな道具じゃないので、その使い方を詳しく説明してくれる人もそんなにいないですし、生産もしてるんですけど、一般的ではないですね。のポルケンで見たやつは、そのナイフも、まあ、これよりもうちょっと大きいのなんですけど、このハンドルの方、白樺と、あと、あとムースでしたっけ、とかの、ホーンで作ってるっていうのもあるんですけど、あと一番気になったのが、こっちの鞘の形が 気になりましたね。鞘のがすごい先が曲がってるのはちょっと理由聞かなかったんですけど、あれなんでかなと思ったのと、あとはすごいベルトにその鞘ごとかけて、その携帯しやすいように鞘がすごい深くなってて、ハンドルのこの辺ぐらいまで鞘があるのがすごい、あれ便利そうで、その。カバンとかに入れなくても、ここにぶら下げていけるようになってるのがすごい合理的に作ってあるなと思いました。あとその分鞘をしっかりこうカチッと止まるようになってるのは、あれはすごいいいアイデアだと思いますね。Can you use a drill? あ、ドリル。鍛冶屋さんは一人一人個人でやってる人が多いんで、作り方も結構独特で、ノウハウがいろいろあって、見て回れば回るほどいろんな発見があって面白いですね。アメリカのニューメキシコ州のサンタフェで作った包丁なんですけど、ステンレススチールで、ボールベアリングのスチールを挟み込んで作ってます。このハンマー作ってくれたのは、アメリカのオレゴン州のポートランドっていうところの、アルノンさんっていう方が作ってくれたハンマーなんですけど、すごいユニークなハンマーで、普通のハンマーよりハンドルがこう
縦に細くて、それで四角なんですね。それで使い方としては、この普通こうハンマーってこう強く握って使うんですけど、このハンマーの場合は軽く握ってこのスナップと手首の返しで使うんで、軽い力で強く叩ける仕組みになってるハンマーです。とても使い慣れると使いやすいんですけど、そのちょっと練習しないと指の皮がめくれたり豆ができたりとかしますけど、使い慣れるととてもいいハンマーですこれはアメリカのポートランド の, ギアハートっていう小さい町で教えてもらったダマスカスっていう作り方なんですけど、3種類の鉄を重ね合わせて、それで何回も折り返して、それでこういう模様を作っていくんですけど、とても綺麗な、はい、包丁ができますね。これは今日作ってもらったスウェーデンの鍛冶屋さんでですね、小さいナイフなんですけど、いろいろスウェーデンの鋼もいいものがあるんで、ちょっとまだこれ刃がついてなくて使ってないんですけど、ちょっとぜひとも使ってみたいと思います、多分これの形がスウェーデンで多いんで、多分伝統的な形だと思いますね。これで魚をさばいたりフィッシングナイフとかにもできますし、狩り行った時に獣の皮を剥いたりとか多分するんだと思います。今日の鍛冶屋さんはすごい伝統的なやり方でやってるなと思いましたね。ローもコークスを使って火を起こしてましたし、あと、まあ、今は使ってなかったですけど、手で押す大きい振り子もありましたし、ああいうのはなかなかあるところが少なくて、焼き入れとかもこの目で見て、その自分の感覚で焼き入れしたりとか、そういうの伝統をすごい大事にしてる鍛冶屋さんだなと思いましたね。Good.